皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今日もセイクラワールドで建築を楽しんでいこうと思います。というわけで今回はですね、こちらの港町に来ております。今回ね、私もここの港町で建築をねしていこうと思います。やばいよねこの城で。何を作るのかと言いますと、駅を作ります。というのもですね、私ゼークラ鉄道という、構想がありましてですね、ここにある港町からぐーっと線路を引いてきて、中央の拠点の周りまで持ってきて、でさらに東の方へ線路を結んでいって、愛さんのね拠点のあたりまで、鉄路を伸ばしていこうというふうに考えております。ということで今回はその初回ということで、手始めにですね港町に駅を作っていこうと思います。この巨大なお城の真東にですね、この辺にちょっとした平地がありますので、あそこのね台地と同じような高さまでして、でここに駅を作っていこうかなと思ってます。はい、ということで、今回もね元気よくやっていきましょう。はい、というわけで準備が整いました。これからね、線路をね作っていこうと思います。こちらにねシルカーボックスたくさん用意してきまして、いろんなね材料を持ってきたんですけど、今回はこの深層岩タイルの階段を結構使っていきたいと思います。はい、というわけで線路を敷いてきました。まあ、こんな感じで深層岩の階段とか溶解岩と松のハーフですね、を組み合わせながらこんな感じで作っていきます。でここにレール敷いてるんですけど、まあ、これが、トロッコが走るためのレールですね。はい、これがね4線あるので4つともこれと同じものを作っていきます。というわけで大まかなプラットフォームの土台が出来上がりました。はい、ついでにねこの辺ちょっと石を埋めてまいりました。続いては、ついにね蒸気機関車を作っていこうと思います。まあ、イメージはイギリスのね蒸気機関車といった感じで、機関車トーマスに出てくるようなそんな感じの蒸気機関車を、作っていこうと思います。まあ、まずはこれ邪魔なので一旦これ取り外します。まあね、これも事前に試作済みですので、まあ、ささっと、ある程度ね、ささっと作っていきたいと思います。よいしょ。大きな車輪を作っていきます。後ろ3つですね。作ります。で、ここ1マス開けて、さらに、小さな車輪を作ってあげると。いった感じですね。でこれを反対側も同じように作っていくと。はい、そしたらねこうかなこうかな、でここに蒸気がね来るんですよ。でここの蒸気の圧力で棒を動かしてあげて、往復運動を回転運動に変えてあげると、まあそういった仕組みですね。蒸気機関車はこんな感じね。ここに深層岩レンガですね、ここに置いて、ここにハーフですね、赤い羊毛を置いてあげて、あの部分ね、ボイラーの部分こんな感じで作っておきます。でこうですね、 OK。はい、ということで今回はねモデルの列車に倣って真っ赤な色にしていこうと思います。マングローブの階段を設置していくと。で今度ここの後ろですね、運転手さんが乗るような場所を作っていきます。こうですね、ここ2段ほど作ってあげると、ここもかな。で樹皮を剥いていくと感じになってきたよ。そしたらここにトラップドアを置いてあげると、でこれでね正面から見たとここに覗き穴がねできるような感じで、ここに足場を置いてあげます。はい、そして、屋根ですね。屋根は
磨かれたブラックストーンのレンガですね。こんな感じで置いてあげると。よし、じゃあここの上の装飾に行きましょうか。でちょっとね、このまま黒い羊毛が見えてるとあれなんで、ちょっと余ってるマングローブのね階段を逆向きに設置してあげましょうか。コブをね2つほど作ります。こことここにコブを作ってあげて、飛来針でなんとなくつないであげて、メカメカしさを出していきます。で鉄格子を置いてあげて、ここに金ブロックですね。そしてその上に、えい、金を置いてあげます。いいですね、だんだんとできてきました。はい、そしていよいよね煙突を作っていきますよ。ここにまずコッパーを置いてあげて、焚き火を置いてあげます。これで実際に煙が出ている様子を表現しつつ、このままではちょっとブサイクなので、ダークオークのトラップドアを周りを覆ってあげるという感じで、出発前のね蒸気を溜めてる感じになってると思います。ここのホッパーのところに砥石、額縁と雪玉で、えい、これでライトですね。続いて後ろに淡水車をくっつけていきましょう。淡水車はマングローブの木を置いていきます。で、砥石のね車輪はこんな感じで上から吊るしてあげる感じで、これ4つほど置いていきます。まあ淡水車はかなり重いので、石炭満載してますからね、まあこんな感じでいいでしょう。じゃあ間をマングローブ塞いであげて、これもね皮をペリペリしていきます。おお、はい、そしたらねここに、連結してるよっていう意味でフェンスゲートね、こんな感じで設置してあげて、あれでもうちょっと滑らかにしてあげる意味で、マングローブのね階段を、よいしょ。じゃあまあこの上カーペット敷いてあげましょうか、せっかくなんで。オッケー、これはね完全にあの自己満足なんですけど、ちょっとここにせっかくなんでかまどを置いてあげると思います。よいしょ、ここに、ね、向かって石炭をポンポン投げるみたいな、そんなイメージですね。はい、これでね一通り除湿機関車できたので、竹の看板とかボタンを使いながらちょっとしたねアクセントを加えていこうと思います。 OK、 というわけで除湿機関車完成ですね。どうでしょうか、なかなかね、コンパクトでかつ、かっこいい除湿機関車になったんじゃないかなと思います。この辺のね竹のアクセントもかなり効いてますし、またこのね色を変えてあげるだけでいろんな色の蒸気機関車作れると思うのでおすすめでございます。それではね後ろに客車を作っていきましょう。はい、こんな感じでなりました。おお、いいじゃんいいじゃん、かなりこうハワイらしい列車になったと思います。うん、まあサイズ的にもこの一望できる感じっていうんですかね、あんまりこう長くなりすぎると画面に収まらなくなるので、まあ動画的にもこの辺りがねちょうど良かったんじゃないかなと思います。はい、ということで、お次はですねこちらの方も本格的に仕上げていこうと思います。こちらはタイムラプスでご覧ください。どうぞ。
はい、ということで駅が完成しました。というわけでね、では早速ね見ていこうと思います。まずは外観ですね。こちらね、実在の駅がモデルになってまして、イギリスロンドンにあるキングスクロス駅をモデルにしております。このアーチが特徴的な駅でして、ハリーポッターシリーズのホグワーツ特急の始発駅としても描かれています。はい、そして側面はねこんな感じにしてます。タユさんのお城の外装に寄せてみました。結構ね近くにあるということで、馴染ませるために石レンガを使ってこんな感じにしてます。後ろ側はプリズマリンを使って半円状のアーチをね作ってます。そしてねこの屋根とか時計台はかなりこうツンツン尖らせる感じで、まあ、周りのね港町とか田谷さんの後ろに合わせる感じで一生懸命参考にしながら作ってます。それではね中に入っていきましょう。はい、中はねここのアーチをくぐっていくと、もうそのままホームになってます。開放的な空間を、堪能するためにですね、あえて改札を取っ払って作ってみました。1番線から8番線までありまして、番線を示す看板と時計を作ってます。まあね、屋根が白いガラスで作っているので、このタユさんのねお城が見えるのがなかなか個人的なお気に入りポイントなんですよね。これからもっともっと大きくなると思いますので、ここから見るタユさんのお城の景色も変わっていくと思うので非常に楽しみです。はい、そして列車が2つ、並んでます。まずはこちらの、先ほど作ったやつですね、客車が2つついてるという感じで、一応ねここ中入れるようになってまして、こんな感じで通り抜けできるようになってます。イエーイ。メンバーのみんなでね同じ列車に乗ってみたいなというのを個人的な願望として思ってます。はい、そしてねこちらに黄色い線を設けてます。でこれ竹ブロックを使ってます。なかなかこう活かすテクスチャーなんじゃないかなと思います。そして線路を2本またぎまして、こちらにもね、蒸気機関車作ってます。これは SL 人吉を多少こうアレンジして作ってます。作り方をね動画にしているので、ぜひぜひね見ていただけると非常に嬉しいです。でね、客車の方をちょっとだけ変えてまして、こちらはハニカムとかを使った黄色い明るい客車にしてます。こちらもね中入ることができまして、この列車はね後ろに展望スペース作ってます。ロマンがあっていいですよねこういうの。まあ、今後なんですけど、こちらのね3番線および4番線を使って、ここの線路をずっとまっすぐ伸ばしていこうかなと思ってます。まだまだね、線路引いてるだけなんですけど、ちゃんとトロッコが発着できるように今後改造して線路も伸ばしていこうと思ってます。はい、それからこの5番線および6番線なんですけど、ここも一応開けてまして、なんかこうまた新しい路線作りたくなった時に使おうかなと、まあ、使わなかったらまた列車を1台ほど作ろうかなと思っております。わかりますかねこれ、この柱からホグワーツ特急のホームに出ることができるとそういったねちょっとしたものを作ってみました。ということで、今回かなり大きな建物を作ってまいりました。ファンタジー調の建物をちょっと最近チャレンジしてまして、なんといってもこのタユさんのお城ですよね。これだけ大きなものを、同じマルチサーバーで見せられるとですね、すごいこう刺激になりますし、あーなんかこう負けてられないなというようなちょっと気持ちになりまして、ちょっと気合を入れて作ってみました。おかげでね存在感のある駅ができたんじゃないかなと思います。はい、ということで今回の動画はこの辺りで終わりたいと思います。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、またコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。